やあ、設定ケース来たよ。グシャアリア、続きやってみます。間違えた、これじゃない、こっちだ。ハグドマンが死にました。多分ほんとハグドマンにさ、せっせのカード使ってやったら、ここで使ってやっとったらみたいな感じだったんかな。そうだ、私を助けてくれたカードは不思議な力があるから、これをハグドマンに戻せてあげれば助かるかもしれない。使えそうなカード出されて、いやーさ、ここでさ、せっせ使ってなかったらまだ生きとったんだろうけどさ、使った後やけどせっせ一回限りやけん、多分ダメやと思うけど、私とこ一応もとけ。ミカエル様、お願いです、ハングドマンを助けてください。そうなんか、無駄だと思うよ。ただ効果もないカードを渡しただけやけんさ。それともこのカードをさ、実はこれ100万円の価値がつくんだよついてさ、え、マジでって驚いて起きるんちゃうかな。じゃあ急いで質屋に売りに行かな。そんなことにはならんだろうな。それよりだ、前回のパートさ、7色の先に道があるみたいなこと言おったけどさ、この7色って絶対、これしか出てこんのよな。7色ってレインボーなところってここしかないし。でさ、ここステンドグラスじゃん。で、アイテムに黒いハンマーってあるじゃん。ワンちゃん壊せるじゃん。ってことはだりするんじゃないかなって思っとったりする俺。ここって洞窟の中のに光が差し込むってことは外と繋がってるからだよね。ハンマーから声が聞こえる。誰だこれは。終わってしまえばいい。誰も見てはいない。壊せ壊せ壊せ、何もかも壊してしまえ。はっ、どうしよう、終わっちゃった。アリアちゃん、もう聞こえた声の通りしすぎだろ。このハンマー持つと私が私じゃなくなりそう。黒いハンマーを投げ捨てた。これをさ、みんなのとこで、誰かのところで持っとってさ、その人を殴ってしまうとかあるんだろうな。怖い怖い。わ、めっちゃ綺麗。絶景じゃん。なんかこの世界って絶景だらけやな。絶景100点に載せられてもおかしくないのにさ、アリアの元の世界にはそういう雑誌がなかったのかい。すごいね。すごい金の玉が浮いてる。太陽かこれ。金の玉ですか、太陽かこれ。太陽が元気ないの。窓の向こうを放たれる金色の矢が太陽を射るとき、太陽は蘇る。こんな言い伝えがあるけど、僕たちにはさっぱりわからないや。うん、おいにもわからないや。でもね、ひととき言えることがあるんだよね。この運命の針っていうのを使ったら、こういうさ、なんか拡散するんだ。で、粉々になって消えてしまったら、なんか知らんけどさ、マウスカーソルがこんな金色になって、ここで触ったら、あー、できちゃった、できちゃった、なんか出てきちゃった。太陽からカードが落ちてきたよ。お姉ちゃんにお礼を言ってるみたい。カード太陽をもらった、ありがとうございます。俺たまたまやぞ、たまたまやったらできちゃったよ。攻略サイト見たけど、攻略サイト見たけど、たまたまやったらできちゃった。なんだこの、太陽のカード。特別な効果ないんかい。太陽という神々しカードなのに、なんもないんじゃ。神が作り出したようなもんだろう、太陽。なのになんもない。はぁ、あ。ただ綺麗なカード的な感じなんじゃ。で、こっちは太陽の反対といえば月ですが。やっぱ月。こっちもすごい景色。で、狼がおって、水がある。あ、水があるってことはあれか。ここにドボンすればいいんじゃ。この、エビを。狼は水面に映る月を見つめている。おー。まあ、こいつらに邪魔されるんだろう。で、エビを放った後にさ、やめろみたいな感じで狼に言ってきたら俺引くわ。あ、いけた。狼はさすがに邪魔せんかったわ。エビは喜んでジタバタしている。お、狼がカードを読んだんやけど、カード月を拾った。この月は月もなんもないんじゃ。太陽と月が効果なしで、ちょっと悲しいぞ俺。なんか用意してほしかったぞ。お、何
ラッパ不敵だ。あ、ちゃうわ。天使かこれも。神？何？神様？パパ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 パって薬作ってる人？私は大天使ガブリエル。なぜこの場所に来た？私、元の世界に戻る方法を探していて、たまたまここに来ただけ。すごいな。大天使とか完全にミカエルの常識的な人が来てしまった。救いを求めていたのだな。世界に戻る。いいだろう。何が救われるものか、裁きを下すものか見極める最後の審判だ。何の過去の行いを調べるぞ。あ、やばい。アリアちゃん過去に男を何人もたぶらかしとんで、そんなんバレたら完全に裁き受けるぞ。私は裁かれるようなことはしていません。しているといえば、あ、でももしかしたらハングドマンをハングドマンの紐切ってさ、クッション敷かずに高いところから突き落として殺したっていうのはあるんや。突き落としてはないか、突き落としたじゃないけど落として殺したことはあるんじゃ、あれバレたら完全に裁きだな。探し物を手伝ったり、魔物を追い払ったり、人から救えているようだな。ほう、天使と共に悪魔を撃ったのか。救われるべきものだ。世界への道を作ろう。やった、世界への道を作ろう。やったやったぜ。あれ、もう道がない。おい、天使さん、道作るの遅すぎませんか。まだちょっと道つながってないじゃないですか。もう戻れないのに、ここが出口じゃないの？え？どうして？何これ？ん？アリアのこと？最初は変な子だと思う。いきなりインタビュー入るな。誰がインタビューしようかしらけど、ザラッシュにインタビューすな。突然そんなことせんでもいいやろ。最初は変な子だと思ってたけど、いろいろ手伝ってくれたし、いい子だよね。また必要な道具が見つけたし、探してきてもらおうかな。え？アリアはもういないの？なんだよ、和解の合図もしてないじゃんか。僕の魔術を成功するところを見せてあげたかったのにな。アリアが帰ったってことは、僕の魔術も無駄じゃなかったってことになるよね。それはなぁ、肯定しづらいな。お前関係なかったやん。お前が呼び出したエビだってさ、あ、エビは役員だった。エビは役員だったけどさ、それが脱出に繋がったっつったら微妙なとこやけんな。無駄じゃん。そうだよな。僕が失敗するわけないよな。やっぱり僕は天才なんだ。お前、謙虚に心とかないのか。あ、終わった。へえ、アリアは帰れたんだ。よかったじゃん。話をするだけで元気を分けてもらえるような子だったよ。分けてもらわなくても、私は十分元気なんだけどね。これ、一番のグッドエンドだった？これ、このゲームエンディング3つあるんやけど。アリア？ああ、あの娘か。見てると危なっかしくて、私も少しだけ手を貸してしまったよ。最後は自らの運命を自分で切り開いた素晴らしい人間だ。ところで私の貸した剣はどうなったのだ？ありがとう。これ元の世界に戻った時にさ、ヤフコで売って金にするわ。ありがとうな。何？もう帰ってしまったのか。書いたものはきっちり返すことも教えておくべきだったか。そうだよ、アリアちゃんのことを考えたらさ、こうなることは分かってたはずなんだ。お前が悪い。ってなんでこんなにさ、これまで会った人にインタビューしまってしてまうよ、これ。アリア、愛のラベンダーを気に入っていたあの子か。家に帰れたのか？またいつでもラベンダーを嗅ぎに来いと伝えてくれや。新しい戦車も完成して、俺は気分がいい。そうだ、お前のラベンダーを嗅がせてやる。おい、待って、どこに行く？俺のラベンダーを嗅げ。相変わらずやな、お前は。おう、ミカエル。不安定だった世界のバランスが落ち着いています。なるほど。彼女が世界を管理する女神になったのですね。女神になったの。
愚者を導いていたのはこのためでしたか。恐ろしい人だ。え、元の世界に戻ったんじゃなくて？ああ、お前やっぱお前そこが一番似合うと思うわ俺は。命が助かったと思ったらまたこれかよ。助かった。え、せっせもう効果使用済みだったけどいいんじゃ、よかったんじゃ。俺が助けたのはクソガキだって。助かっても潰されたら意味ねえや。ていうかお前それだけ言いに来たのか。ついでに俺を助けろ。あ、無視すんな。俺は自由になりたいんだよ。ははは、相変わらずですな。あ、ここの住人と話して よくわかった。アリアは私の考えていたよりも皆から愛なされていたので、愚者に選んだ私の目に狂いはなかったわ。ガブリエル。ラーパのエール。我が主をお呼びですか。ええー、お前主だった。主の割には結構地味なポジションだったじゃん。どうして彼女を世界の女神選んだのかしら。私は彼女の世界に戻るという願いを叶えただけに過ぎぬ。だから最後のカード世界へ送り出してやっただけのこと。世界の意味捉え間違えたんかお前。お前そういう感じがいらんねえよ。元の世界に変えるっていう意味も捉え、間違って捉えてしまったんかこいつ。ふっ、偶然だったのね。戻っていいわよ。いいんかいせ、いいんかい。私も元の世界に戻ることにしましょう。お、久しぶり見たな。この胸の谷間がすっごい視線を集めてしまうようなやつ。世界のカードが完成したわ。早くお客さん来ないかしら。アリアが。あと少しで、やっと私だけのタロットが完成する。ノーマルエンド、世界。あ、元の世界に帰れずに世界になってしまったと。そういうエンディングになったんじゃ。てかノーマルなんじゃ。バッとならんかったな、なんか。あれか。ハングダマーにカード渡さずに行ったら、あれ、もしかして、バトルになったんかな？ちょっとやってみようかしら。見殺し。ここでさ、せっせい効果使用済みとはいえ、渡していった剣さ、今のノーマルエンドが鳴ったと考えようか。だからさ、今渡さずに行った。脅さずにこう言ってからの、バー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 。何？神様？出たよ。この辺は多分一緒やな。これは一緒。一緒？審判だって。やっぱここは審判って来るんだろうな。ああ、この辺はちゃんと評価してくれるんだ。ああ、まあ、悪魔撃ったも評価、ん？待って！ね、こんなんなかったぞ。一緒に旅をしていた人間が死にかけていたのに何もしなかったのか？ハングルマの声じゃ。え？塔の前で倒れていた男が死んだ。あの男は救いを求めていた人間だ。他人に救いを与えない者に救いを与えることはできない。ハングルマ死んじゃったの？やっぱ死んでしまったんじゃ何もしないけん。いや、でもさ、せっせのカードやったけ、やってさ、何も効果なかったんやけどさ、渡してもあんま気休めぐらいにしか長かったはずなのに、何かノーマルになってしまったんや。心だけでも救ってやろう。何時があの男の代わりとなり生き続けるのだ。わあ、あのハングドマの代わりとか嫌で、エンディングぽいね。ハングドマの代わりってなんだ。ハングドマの代わりって。ハングドマに体移されるんか。ハングドマの体にアリアちゃんの魂が入る的な感じか。いやいや、そんなめっちゃ嫌や。なんであのマザのおっさんとして生きていかなあかんの、アリアちゃん。そんな運命、愚者どころじゃないな。もう愚者どころじゃないような運命、
世話されるんじゃこれ。あ、アリアちゃん透明になっていける。あーあハングルマンに変わるってこういうことだったんかい。アリアちゃんが潰されるパターンになるんじゃ。で、新しいキャラクターが来たかと思ったらさ、紐ちぎれてドスってなるんじゃ。今度はグシャ何が始まるんや。これ。マジか。アリアちゃん潰されるんか。いや、今もしかしてさ、アリアちゃんのスカートペラーでめくってパンツめどったりせんかった今。暗くなる前。文字どけられた時、パンツ見えてなかった。いいところ見逃した気がするわ。そうか。よっしゃ、というわけで。できれば、バッドとノーマル見たし、グッドの方も見たいな。エンディング3つって言ったけん、多分、グッドが見えてないよな。とりあえず公式サイトでさ、見方的なもん。もうちょっと探してくるんで、ちょっとうまくいったらそっちの方を動画化したいと思います。というわけで仕上げ。いや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 、ハングドマンの代わりとか、俺いやいや。みんなもハングドマンの代わりになったアリアちゃんを最後に見るとか嫌やろ。だから次のパートを最終回で、ちゃんとしたトゥルーエンド見るけ、それまでちょっとお付き合いを願います。見ない人は、アリアちゃんの代わりにハングドマンになってもらいます。